皆さん、大阪ガスガス科学館からこんにちは。期待の不思議。早速ですが、皆さんは気体、液体、固体という言葉を聞いたことがありますか？気体とは、空気は気体です。酸素も気体です。袋に集めて押すと縮みます。液体とは、水は液体です。牛乳やお茶も液体です。入れ物に合わせて形が変わりますが、押しても縮みにくいです。固体とは、石やボールは固体です。硬くて大きな力を加えないと形が変わりません。今回は2つの展示物を使って気体のさまざまな働きについてお勉強しましょう。落ちないシャボン玉。真ん中の容器の中には二酸化炭素を固体にしたドライアイスが入っています。ちなみに二酸化炭素は物を燃やした時に出ます。今真ん中の容器の中には二酸化炭素が溜まっています。ではこの中にシャボン玉を吹き込みますとどうなるでしょうか。1番、冷やされてパンとすぐに割れてしまう。2番、冷やされてカチコチに固まる。3番、プカプカ浮かぶ。さあ何番でしょうか。ではシャボン玉を作ってみましょう。するとどうでしょうか。シャボン玉はしばらくの間下に落ちずに浮かんでいます。正解は3番のプカプカ浮かぶが正解でした。これは容器の中に溜まっている二酸化炭素よりもシャボン玉の中に入っている空気の方が軽いからです。私たちが吐く息にも二酸化炭素は含まれています。ですからシャボン玉の中にも二酸化炭素が入っていますが、他にも窒素などの気体が入っているので容器の中に溜まった二酸化炭素よりも軽く、そのためシャボン玉は浮かんでいるのですね。反対に容器の外ではシャボン玉は二酸化炭素を含んでいて、周りの空気よりも重いのですぐに下に落ちてしまいます。このように空気のような目には見えない、そしてつかめない気体にも重さに違いがあるのですね。風のハーモニー。目には見えない、触ろうとしても感じない気体ですが、集めてどんどん詰め込んでいくと強い力がかかります。この力を圧力と言います。では実際に展示物で見てみましょう。まず一輪車やシーソーなどの道具を使って真ん中にあるタンクに空気をためます。タンクはぴったりと閉じているので、タンクの中の空気はぎゅーっと圧力がかかります。そしてタンクにはパイプがつながっています。パイプは上へと伸びていて、お花やリコーダーにつながっています。タンクの中の空気がいっぱいになって圧力が高くなると、その力でパイプを通して空気が吹き出します。しっかりと空気が届けばお花が回ったりリコーダーを鳴らすことができます。それでは今から実際にやってみます。ですが私一人では大変なので仲間に協力してもらいます。みんなお願いします。それでは今から力を合わせてタンクの中の空気をいっぱいにします。タンクの中には白く丸い板がついています。この板が赤い線まで届けば空気がいっぱいになって圧力が高くなったということです。ではみんなで頑張りましょう。おー
たちが頑張ってタンクの中の空気をいっぱいにしたことで圧力がかかって空気が一気に吹き出すことで風車が回りました。今回は機体の特徴がわかる実験を紹介しました。ではまた見てくださいね。